2019年文具女子博で、呉竹のインクカフェでインクを作った時の様子をお届けします。まずはじめにこのカラーチャートの中から好きな色を選んで、その色をこの5色のインクで作っていきます。はい、ないようにはい、そういうことです。インクを全部出そうとすると、なんか泡が溶けちゃったりとか、はじけたりするので、はい、アンジェルだーって言ったら、新しいインクを吸って大丈夫です。はい、わかりました。よし、じゃあ次がピンクですね。はい、これを押さえてたものがいいで、あと一メモリドスぐらい綺麗ですよね。最後にピンクを入れて色が出来上がりになります。すごく美味しそうな色ができました。このインクを使って試し書きをしている動画もあるので、よかったら見てみてください。はい、はい、OK です。では、はい、この木のマドラーでゆっくりかき混ぜてください。はい、じゃあここに試し書きしてみましょうか。あ、これでヒュッて先生、まあ、そうです。ここに4本ぐらいザーッと、最初濃いです。徐々にその選んだ色になっていきます。はい、そんな感じですね。綺麗ですね。じゃあゴミ箱に捨てましょう。はい、じゃあオリジナルの最後に少し会場の様子をお届けします。台湾インクとか小さなジャバラ便箋、可愛いなんかメモですね。あとハイタイドのキーホルダーとかいろいろありました。そう、こう可愛い箱がね、他にもねいっぱいあって結構目移りしましたね。そしてあと文具おみくじ、これもちょっと面白かったです。でこれが西脇忠さんのコピックセット、好きなコピックを3本色選んで、あとノートとシールとケースといろいろついてるやつで、これはねアイウェオのフレークペーパー詰め放題、あとこれは封筒が作れる紙セット、これは御朱印とあと限定ロルバーンですね。エルバンのカートリッジインクセットとか、あとこれね肉とかのシール、うん、それからマステとかなんかいろいろで、これが全部買ったものを一堂に集めてみました。こんな感じの戦利品でした。